構内の様子近鉄蟹江駅は、愛知県海士郡蟹江町本町11丁目にある、近畿日本鉄道名古屋線の駅である。駅番号は E08。退避可能な島式ホーム2面4線を持つ地上駅で、内側2線が本線、外側2線が退避線である。駅舎は、線路北側桑名寄りにあり、各ホームへは構内踏切で連絡しており、地平面とホーム間はスロープ状となっている。ホーム有効長は6両編成に対応している。自動改札機、自動精算機はピタパイコカ、回数券カードに対応するものが設置されている。一部時間帯に限り、窓口にて特急券及び定期券の購入が可能である。駅長所在駅であるとともに、当駅の駅長が、伏屋駅近鉄弥富駅間の各駅を管理している。なお、駅長室は営業所が併設されており、構内には売店も設置されている。急行、準急の停車駅であり、準急は当駅から近鉄四日市駅まで各駅に停車する。日中は、急行が毎時3本、準急が毎時2本、普通列車が毎時3本停車している。名古屋線の退避可能駅の一つで、列車退避や環球接続が頻繁に行われている。近鉄蟹江駅の利用状況の変遷を下表に示す。古くからの中心市街地は当駅を中心としたエリアだが、住宅が多いため商業施設は街全体に分散傾向にある。ありがとうございます。